黒山アリは、山アリやか、黒山アリ族に属する種。草原など日当たりの良い土の露出したところに、深さ1メートルほどになる巣を作る。主にアリまきの出す甘露や花の蜜、昆虫の死骸などを食べるが、花びらやつくしの方を食べる姿も見られている。関東型と関西型に大別され、関東型は一つの巣に一匹の女王がいるが、関西型は、 複数の女王が同じ巣で暮らしている。公園などの身近な場所にも巣を作り、数も多いために、日本ではかなり身近なアリの一つである。なお現在、黒山アリは地域によって4種に分かれることが分かっている。働きアリは体長4から6ミリメートルほどになり、女王アリは約10ミリメートルほどの光沢のない灰、または褐色がかった黒色をしている。 乾燥した土壌に映像する。黒尾有林黒山有と似ているが、黒尾有は、側方から見て前、中京線は、緩やかな弧を描くのに対し、本種は、側方から見た胸部の線が二山となるので容易に、区別できる上、本種の方が、体が小さいので素人目でも区別は可能である。林黒山あは、本種より、少し光沢がある。ほぼ、 日本全国に分布しており、日本以外では、サハリン、千島、東、シベリア、モンゴル、中国、朝鮮半島、台湾などでも見られる。同じ、ヤマアリアカのサムライアリは、本州の巣を襲い、働きアリやサナギなどをさらって、奴隷とすることで知られている。また、サムライアリの新女王は黒ヤマアリの巣に単身で侵入し、その巣の女王を殺して、巣を乗っ取る。 ありがとうございます。